はい、こんばんは。シックストーンズが世界一大好き893チャンネルです。はい、今日はですね、ミュージックステーションがあったんですけど、今日はですね、ジャニーズの人気グループである、シックストーンズが出演して、新曲の暴れろを披露したってことで話題になってますね。はい。で、今日は、他にもね、人気グループのキンプリも出たんですけど、今日の、このね、シックストーンズの暴れろを聞いた感想は、結構良かったですね。はい。なんでかっていうと、なんか、俺って今までのシックストーンズの曲ってあんまり好きじゃなかったんですよ。はい。いろいろ、デビュー当時から、イミテーションレインとかもそうなんですけど、なんかありきたりな曲だな、今までのはって思ったんですけど、今回の暴れろって曲は、そのタイトルの通り、暴れるようなね、なんていうか、荒っぽいダンスが特徴だったんで、はい、すごいかっこいいなって思いましたね。はい。あとなんだっけな、キンプリがジャニーズで一番かっこいいっていうことになってるらしいんですけど、今日のシックストーンズ見た感じだと、なんかね、キンプリに負けず劣らず、すごいね、みんなね、イケメンだなって思いましたね。はい。ただね、ただ一つ言うならば、シックストーンズの欠点っていうと、シックストーンズってメンバーがね少ないんですよ。他のグループに比べると。例えばスノーマンだと9人いるじゃないですか。で、平成ジャンプだと8人ぐらいいるんですけど、シックストーンズって6人しかいないんですよね、メンバーが。はい。で、しかも1人だけ外人がいるんですよ。はい。ジェセっていう。はい。あとはなんだろうな、他にもね、松村北斗とか、京本大我とか、田中樹とか、森本慎太郎とかね、いるんですけど、はい、あと松村北斗くんについて思ったのは、なんかそんなかっこよくないなと思いましたね。はい。というのも、なんかツイッターで、今日のMステの感想をちょっと、サーチしてたんですけど、そしたらね、ストタン、石タンっていうのかな、シックストーンズのファンが、北斗くんかっこよすぎる、世界一でイケメンすぎるって言ってたんですけど、俺は松村北斗くんのことをあんま知らなかったんで、それでネットでググってみたんですけど、そんなにかっこよくないなって思いましたね。はい。というのも、やっぱイケメン度で言ったら、やっぱ、キンプリの平野くんとか、スノーマンだとね、メメとかもいるんで、松村北斗くんも、多分イケメンなんでしょうけど、なんか言うほどすごい超絶、かっこいいってわけじゃなかったですね。はい。あともう一つは、なんだっけな、松村北斗じゃない、京本大我くんがいたんですけど、この人って、京本正樹さんの息子なんですけど、なんかあんまり似てないなって思いましたね。はい。なんていうのか、父親とは違う雰囲気の感じでしたね。うん。総括すると、ダンスも歌も、そこそこ良かったんで、結構、良かったなって思いましたね。はい。次もね、出たら、見たいなって思いましたね。はい。